ちは、つづりさキッチンです。ちゃんと、声に出していてなかったような気がするので、明けましておめでとうございます。今週はですね、1週間のコーディネートを撮ってみたいと思っています。結構東京とパリだと装いが違ったりして、面白いこともあるかなと思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです。ではまず月曜日、はい、まず月曜日です。普段はここのコーナーには、私は日本人なので同足では入らないんですけど、今日は特別に入って後で貯金します。今日は家のことをちょっとしたり、編集をしたりして、友達がランチタイムにオフィスを抜けてきてくれるので、ランチだけ一緒にしに行きますっていう格好です。で、まずこのニット、日本で買ったんです。このニットはブランド名がプラージュ、多分皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、プラージュで買いました。で、背中のね、開き具合が私はすごく可愛いなと思って、こんな感じ、ちょっと無理がある、こんな感じでちょっと V に開いてるのがすごい可愛くて買いました。で、もうヘアっぽいんですけども、毛が抜けてきてもうけもけするっていうこともなくて、とても好きです。で、スカートは、読み方が分からないんですけど、アニーヌビンみたいなブランドでちゃんと書くんですが、サテンのスカートです。で、ミディ丈ぐらいですね、ロングじゃなくてミディ丈なのがすごい気に入ってます。で、靴はもうすごいよく履いてるサルトルの、ワークブーツです。結構本当にパリはすぐ靴がダメになっちゃうんですけど、このサルトルの革は味がすごい出てくるんですね。なんかその感じがもうずっと一生履けるなっていうのが、もうパリ生活でお墨付きっていう感じなので、この靴はもう磨いて磨いて、もうすごくよく履いてます。で、あとは何かな、あとジュエリーですね。ジュエリーは今日はシルバーにしてます。全体的にと、このピアスは、フィリップ・オーディベールっていう、パリのブランドのピアスをつけてます。で、この結婚指輪はいつも通りの結婚指輪で、ハリー・ウィンストンのもので、で、このブレスレットはニナエ・ジュールズっていう、ニナエ・ジュールズパリって書いてあったんですけど、なんかすごい日本っぽい、日本の人がしてるのをインスタとかで見るので、もしかしたら日本人の方がなさってるのかもしれない。すごい可愛い。なんかこういうチェーンっぽいアクセサリーって流行ってるけど、私あんまり似合わないんですよ。こういうかっこいい感じのが似合わないんですけど、繊細な作りで、あんまりこうかっこよすぎなくて、私でも使えるなと思って、買いました。アウターも来ました。こんな感じで、もう私の YouTube には何度も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 出てきているバッシュのコートです。 BA&SHU って書くんだけど、多分バッシュって読むんだと思います。で、バッシュのコート、こんな感じで、色が本当に可愛くてすっごい好きです。キャメルのコートとかって結構ね、色味が難しいんですけど、すごく肌の色に合う大好きなコートです。後ろ姿とかも結構こんな感じの、後ろ姿を撮るのが非常に難しい。こういう感じです。ゆるっとしたシルエットのコートです。そしてバッグはですね、もう何度も何度も何度もこれも出てきているバレクストラのバッグです。とっても使いやすくて気に入ってます。何年使ってるかな、もう5年ぐらい使ってると思うんですけど、全然新品っぽいっていうか、使い古した感じにならなくて、多分革がちょっとザラザラの革、なんて言うんですか、こういうの傷とかになりにくいんだと思います。ではランチ行ってきたいと思います。行ってきます。おはようございます。火曜日です。今日はほとんど1日家で作業して、で、それから娘をワクチンに、なんかフランスだとまたちょっと違うので、日本でやり残したワクチンに連れて行きます。結構アクティブに動くので、こんな感じの、今日はスウェットを着てます。スウェットって私あんまりこう人生で着てこなくって、
なんですけど、今回ロンハーマンで、彼がすごい、彼結構カジュアル好きなので、これすごい押して、これがいいこれがいいって言ってたので買ってみました。でちょっと白い T シャツのぞかせたりとか、こういうキラキラのピアスすることでちょっときれいめにして、自分でもチャレンジしやすいようにしております。ピアスは、パリを拠点に活躍なさっている日本人のジュエリーデザイナーの方がデザインしているアデルというブランドのピアスです。で、こんな感じでスウェット合わせて、あとあのパンツもブラウンのこうサラッとしたパンツを合わせて、あのカジュアルになりすぎないようにしてます。デニムとかだとまだ私にはちょっとハードルが高いので、で、いつものバレクストラといつものスタンスミスです。こんな感じです。では娘を迎えに行って、ワクチンに連れて行きたいと思います。行ってきます。コートは今日も同じでございます。これですね、毎日これです。おはようございます。今日はですね、まずカフェで仕事をしてから、なんと今日は人生初めてのマックスマーラのコートを買いに行きたいと思います。で、ちょっとそれも後で載せるんですけど、今日はそのマックスマーラのコート、私初めてであまり詳しくなくて、結構ネットとかで見ててもマックスマーラにもこういろいろラインがあったりして、あのとても自分に納得いくものが欲しいので、マックスマーラとかそういうものにね詳しくって、すごいセンスの素敵な友達がいるので、今日一緒に見に行ってもらいます。で、お洋服はこれニット、これ今年ジルサンダーで買いました。これ可愛くないですか、このニット。私もすごい大好きでもう買っちゃったんですけど、すごいこのデザインがすごく可愛いし、こう手がちょっと長いのもあざと可愛いっていうやつかなと思うんですけど、可愛いし、なんか とにかくすっすごいあったかいんですよ。だからめちゃくちゃ暖房が効いてるお店とかに行くと本当汗かいちゃうんですけど、あの結構外がメインのパリ生活とかにもすごくいいし、あのとっても気に入ってます。で、白いニット大好きなので、もうこれは買ってしまいました。で、それに今週前半でも着ていたこのアニーヌビンのサテンの右丈のスカートを合わせてます。で、ブーツはニーハイを合わせました。こんな感じです。で、これはアクセサリーは前半でもご紹介しているフィリップ・オディベールのものですね。で、指輪はこっちは前半と同じで、これたまにご質問よくいただくんですけど、日本のアガットのです。これもかなり長くしてるんですけど、結構もうあのクラシカルで素敵なクラシカル、結構ずっと使えるデザインでとても気に入っております。バッグと、コートを合わせるとこんな感じで、いつも1週間の洋服っていうか毎日最終的には同じになるっていう、本当に申し訳ないんですけど、こんな感じでございます。で、バッグは、シャネルのバッグです。これはもういつ買ったかな、もう10年以上前に自分で買いましたが、バイト代を貯めて買ったんですって言うと、どんなバイトしてたのって言われるんですけど、昔はこのバッグは今のシャネルほど高くなかったので、バイト代を貯めて買えるようなものだったんです。で、すごく大きいサイズを買って、子供生まれてからはマザーズバッグを持ち歩いてたので、このバッグと結構疎遠になってたんですけど、最近は子供なしで、あの単体で出かけることも増えて、自分だけで荷物をそれなりに持つようになったので、マザーズバッグがなくなったので、このサイズがすごく重宝しておりまして、よく使ってます。では、マックスマーラのウキウキのお買い物に行ってきたいと思います。行ってきます。Just
これがフォアデボ。すごい色が綺麗、今日。もうこのコートも最初から着ちゃってるけど、今日はですね、私は、家のこととか編集とかを家でして買い出しに行くという本当に一番よくある日ですね。なんで買い出しってこんなに頻繁に行かなきゃいけないんだろうって感じだけど、今日もまた買い出しです。なので今日は本当に制服、私の制服です。これは制服状態でございます。で、いつものコートに、中はこれキツネのニット着てますけど、いろんないろいろニット何でも着て、で中はブラックデニム履いて、スチュアートハイツマンの2杯、これ形すごい綺麗で気に入ってます。ちょっと分かりにくいか、こんな感じの2杯をよいしょ履いております。でシャネルのチェーンウォレットは子供が生まれてから買ったんですけど、買い物とかもこれだけで行けるのですごく楽です。でこんな感じが私の制服でございます。で最終的に結局最後はこうなりまして、あり寒いのでこんな感じで買い出しに行ってます。これはもう超こんな感じで歩いてるっていう服ですね。もうこの姿を見たら私だってすぐみんなわかる服です。では買い物に行ってきたいと思います。こんにちは。今日は金曜日です。皆様お疲れ様でした。金曜日なんですけれども、今日私は一日家で作業したりしていて、夜だけ友達と食事に行くので、そのお出かけの前に撮ってます。洋服はこんな感じで、これも昔 YouTube に出てたと思うんですけど、バッシュのワンピースです。でミニ丈って最近あんまり着てないんですけど、やっぱ冬だとこうタイツと合わせて履きやすいので、デザインとしてはミニは結構好きなので、冬になると着ることがあります。でこれはすごい気に入ってて、肩パッドが入ってて、なんかそれがおしゃれでとっても可愛いなと思って、ここにちょっと結ぶのもあるのでウエストをキュッとしやすくて気に入ってます。で靴は、いつものサルトルのワークブーツを今日も合わせております。であとはこれピアスですね。これも何日か前に出てきてるアデルのピアスをしてます。結構こういうキラキラっとしたのだと冬、夜のパリにも入るので素敵でよく使っています。で指輪もいつも通りでございます。買ったとっても気に入ってるコートを着てみたいと思います。まず羽織っただけだとこんな感じです。あーすごい素敵です。興奮。私ラップコートがすごく好きなんですね。ベージュのをすごいよく着ていて、なんでラップコートが好きかっていうと、結構私は東京っぽいちょっときちっとしたモードな感じのお洋服もすごい好きだし、でもパリのこうデニムとかにブラウスとデニムとかのカジュアルな、ちょっと女性らしいカジュアルみたいな服もすっごい好きなんですけど、どっちもに合うコートってなかなかなくって、でまたそれぞれに買うってなるとなんかあんまりそういうのしたくなかったんで、どっちにもすっごくぴったりなのがラップコートで、私はそれがめっちゃラップコートが好きな理由です。で今回はいろいろ、まず ネイビーとブラックで迷ってたんですね。なんですけどブラックとネイビー着てみると、やっぱりパリの人はすごいブラックが多いんですけど、私はブラックを着るとちょっとブラックの色に負けるというか、かっこいい色だとちょっと負けちゃって、ネイビーの少し柔らかさがある方が着られてる感なく着れるなと思ってネイビーにしています。で、デザインとしてはまあラップコートで、あとこう長めなもので、私は A ラインのポワンってしたのはあんまり似合わないので、こうストーンって感じの割とストレートな形のもので選びました。今回私が選んだのは S マックスマーラっていうのかな、のものなんですけど、マックスマーラ、普通のマックスマーラのマニュエラっていうコートと結構悩んだんですけど、丈感がこちらの方がちょっと長くて好きだったのでこれに
しております。で、ちょっとこれキュッとしてみますね。見ました。もうこれ美しくないですか。このシルエット綺麗ですね。本当に綺麗。こんな感じですね。色味が伝わるか。マフラーも合わせてみました。やっぱり同じ色だと、コートとマフラー同じ色だとすごく素敵ですよね。なんか中のものとか靴も選びにくくてすごく素敵です。もうほんとこれぞシックっていう感じのとっても素敵なコートです。で、今日もシャネルのバッグを合わせてこれで行ってきたいと思います。では行ってきます。皆様1週間お疲れ様でした。おはようございます。今日は土曜日です。で、今日はですね、我が家はホームパーティーがあって、お友達が来てくれるので、和食でおもてなししようと思っているので、私は主に料理をするんですけれども、料理しやすい服を選んでいるつもりです。で、あんまり暑くない服にしてます。あとは、こう、洗える服にしてます。油跳ねとかでいちいち気にしなきゃいけない服はあんまり着ないですね。で、この服はですね、結構デコルテ開いてるんですけれども、結構ピターっとくっついてるんですよ、肌に。なので、こうガバガバしなくていいかなと思って、これはホームパーティーの時にも着ることが多いです。あと、こう袖もね、長いんですけど、めくっちゃえるので、ガバッとめくって料理してます。で、あとはこのデニムですね、ちょっと私今日もう家なんでスリッパですいません。もう、リアルなコーディネートということですいません。で、デニムはこれは、日本のローンハーマンで買いました。すっごい気に入ってて。で、すっごく素材が柔らかいんですね。柔らかいから着てて楽ちんなのと、まあ、形がこうストレートですごく今年っぽいっていうか今っぽい感じの形でとてもいい感じです。で、ストレートで割とこの辺もゆとりがあるんですけれども、腰回りとか、あとはなんかお尻回りとかは割とこの辺は、なんて言うんですか?形をちゃんとピタッとしてくれる感じでタイトなこの辺は作りになっているので、あんまりこうなんだろう、ズルズルしてスタイルが悪く見えるっていう感じじゃないのがとても私は気に入っているポイントでございます。ベルトは以前のヴィンテージショップでのお買い物動画の時に購入したクリスチャン・ディオールのヴィンテージのベルトです。アクセサリーはすごいシンプルな感じで、よく知っている三木本のピアスですね。So we will have it again. Oh my god. わら。美味しそう。いただきます。Oh, but you said it so fast. Yeah. いただきます。いただきます。Okay, that's what it was. That's what you said. Okay. おはようございます。日曜日です。今日はですね、というかよく日曜日は買い出しの日になることが多いんですね。買い出ししたり、家をこう整えたりすることが結構多いので、今日もそんな日になりそうで、昨日と同じローハーマーのデニム履いてます。で、月曜日かな。月曜日に着てたニットをまた着て、ちょっと前だけ入れてます。後ろ姿、こんな感じで、やっぱり可愛いねっていうニットです。で、あとはいつもと違うのはブーツかな。ブーツ、今週初めてのヒールですね。ヒールを履いてるんですけど、ジョナクっていうところのパリのブランドかな。ピアスだけちょっと違うか。ピアスはワクレアかな、ちょっとちゃんと書きますの、パリブランドの、今日はゴールドのフープにしてみました。はい、コート合わせてみました。で、いつものアレクストラを合わせてます。以上で1週間のコーディネートでした。見ていただいてありがとうございました。楽しんでいただけてたら嬉しいです。バイバーイ。Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers.